これから昨日の続きで、量子物理学者の、アヌナキハイブリッドのマリナ・セレンさん、23歳の若いスペインのマドリードに住む方のインタビューを第2回目で訳しましたので、読み上げていきたいと思います。ベリタスさんという人の動画、インタビューから撮りました。一番最新の動画ですね。それでは行きましょう。2回目ですね、これ。ベリタス、自分がエイアリアンの DNA を持っていることに実際に気づいたのはいつですか？そして、あなたの人生でどのような変化があったのですか？ご両親はこのことを知っていたのですか？あなたの両親の中に、あなたをこのようなことに導いた血統を持った者がいますか？マリナ、7歳の時に私は自分がこの惑星の人間ではない、自分の魂はこのプラネット出身ではないことを感じました。そして私の両親に言いました。両親は私に冒険的なこと、イマジネーションの力やクリエーションだと言いました。どの子供にも言えることでしょう。そして私は彼らが怖がるほどに真剣に話しました。それを覚えています。そして私が母のお腹にテレポートした、母のお腹の中に入ったというと、変人で子供のそういうことを言うのは、私が変人であると、そして奇妙であると考えたように見えました。私は子供の時からそういう感じで、それが分かっていました。フィルターなしで分かっていました。私が13歳または思春期に近い頃、自分の DNA と血統には平均的な人間とは異なる何かがあると再び感じたことを覚えています。その感覚は常に私の中にありました。自分が自分であることを知っていました。将来 ET に関連する何かが、超常現象や誘拐に関連する何かが私の人生に現れると感じていました。そして私はそれに全神経を捧げるつもりです。そして2016年にその変化が起こりました。ベルタス、私はあなたのペンダントを見ました。今はあなたの服の中に隠しているけれども、いつもは見えるので分かりますね。そのブリル教会、ブリルソサイアティとの関係を教えてください。マリナ、2018年から2019年にかけて、いや、実際にはもう少し前、私の恋人だった人はドイツの秘密結社ブリのことをよく知っていました。そしてその頃、私はとても現実のような不思議な夢を見ていたことを覚えています。そして私はいわゆる全生体光と全生療法を受けました。体光療法のようなものでヒプノセラピーと呼ばれています。私が夢を見ていた時、ドイツ親衛隊の隊長だったことを見たのを記憶しています。これは私の過去の記憶の一つなのです。彼は第二次世界大戦の中にいて、彼の奥さんと話していました。そこには子供もいました。その人が私の化身、リインカーネーションの人物だということが分かりました。そして私は彼であることに気づきました。それは私の一番最後の転生の人でした。そしてそのシナリオから戻った時、マリア・オルシクと書かれた巨大な壁が見えたのです。大文字で書いてありました。私は私のその時の元彼と話していました。そのボーイフレンドはマリア・オルシックについて私に話してくれました。なぜなら彼は彼女が誰であるかを知っていたからです。そして彼は私にブリルソサイアティについて、そしてこのブリルの形状学的研究グループとトゥーレ・ソサイエティのことについて説明してくれました。私はセラピー中に再び転生体光を受け、2回も転生を経験し、時間は直線的ではないので、行ったり来たりを6回も起こしていたことに気づきました。つまりその前にはブリルの乙女の霊媒師の一人であったことも分かりました。ベリタス、それで2つの前世でのブリルソサイエティでのマリア・オリシクとの
関係、マリア・オルシックとは誰だったのか、少しだけ正確に説明していただけますか。失礼。マリア・オルシックはクロアチアの父を持つサイキック霊媒師でした。失礼。ドイツの母親がいました。オーストリアで生まれました。彼女は幼い頃グレーと接触をしました。ドイツに行くようにグレーから言われたのです。アルデバランという星の出身のノルディックの人たちを姉の人と呼ぶ人もいます。グレーと呼ぶ人もいます。実際には同じです。この2つは同じものです。ソサイエティを始めるためにドイツに行く必要がマリア・オルシックにはありました。彼女にチャネリングを、するようにグレーが勧めたのでチャネリングを始めました。反重力技術に関するとても重要なインフォメーションとアーリア主義、アーリア人種と超人パワーに関する刑事上学的知識についての非常に重要な情報が得ることができました。情報を得ることができました。基本的にはブリルエネルギーと呼ばれるものです。ヨーロッパでは、ブリルというエネルギーはとても使用されるようなのですが、アジアでは多分プラーナと呼ばれるものだと思います。誰もが電気や電磁気のようなあらゆる形のエネルギー、そう呼ばれるもの、それに変換するために流すことができる普遍なエネルギーなのです。今日はここまで訳しました。明日また続きをやろうと思います。マリーナ・セレンさんのインタビューから訳してみました。それではまた後でちょっとタロットカードも弾いてみたいと思うので、もしかしたらピアノも練習するかもしれない、私の動画も撮るかもしれません。はい、それではどうもありがとうございました。 Bon weekend、 良い週末を。チャオチャオ。